護国神社の境内に集められたのは大量のおみくじです。初詣に訪れた人が引いたとき、いい占いが出るように願いを込めるみくじ上げ神事が行われました。新年用のおみくじはおよそ4万個が用意され、大晦日に販売が始まります。巫女さんたちの清らかな気持ちのこもった、そしてまた神様からいただいた、ご神徳、そういったものが、みくじに込められたのではないかと。のぼり龍のごとく運気が上昇いたしますようにという思いでおみくじをあげました。護国神社は大晦日から来年1月末までを初詣の期間としています。